ねちなみに、ロシア人と日本人のハーフですけど、ロシア語は喋れるんですか、うん、え、僕ですか、え、マークだけど、クマさんの方はですね。クマさんの方は、ちょっとどの、どっちのハーフ、どのこのハーフかわかんないですけど、リエフは、リエフは、喋れないです。そうだよね。ちなみに中の人的には、中の人的にはハーフですけど、喋れないです。喋れないです。喋れないです。喋れない。そうですか。そうです。だからそういった共通点は、なんだかんだでいっぱい実はあったりして。ああ、確かにね。じゃあ演じてて楽しいですね。いや、楽しいですね。あると。でも喋るシーンとか出てきちゃったらどうする？いや、可能性ゼロじゃないよ。一瞬時に止まった。どうしよう。勉強します。そしたら。ガイド音声つけてもらってね。ロシア語難しそうだね。難しそう。下が回るかなって思って。聞くだけでなんか難しそうじゃないですか。だから。外国語はね、ほんと嫌ですよ。ねえ。喋れるんですか？いや、僕喋れないんですよ。喋れないんですけど、役で振られることがあるので。一回、そのガイド音声をもらって、超もう何時間もかけて練習してって、マイク前で一回の、え、ねえねえねえってやったら、一言も何言ってかわかんないですって言って。すごい。みたいな。いや、難しいよね、ネイティブ。すごく難しいから、なくてよかった、喋れなくてありがとう、リエ。本当に良かったです、僕も。ありがとうございます。